はい、皆さんこんにちは。今回ですね、購入しましたキットのご紹介になります。ご紹介するキットはですね、こちらバンダイから出ております風の谷のナウシカのガンシップ、こちらの、模型を購入しました。で、ネット等々の あと箱にも書いてありますね、情報を見ますと2004年の6月に発売された、キットでございます。スケールは72分の1スケールとなっております。あまり私こういうあのフィギュアものとかですね、こういうアニメものの、あのガンプラ作るんですけど、まああんまりこういうガンプラ以外のものは作ったことないんですけど、まあ比較的あのこのガンシップってスケールモデル近いかなと思って、私でも作れるんじゃないかなと思って購入しました。価格は1000円しなかったような記憶があります。ちょっとすいません、定かではないんですけど、はい。あの模型キットのこの箱の外観こんな感じです。この箱絵はね、あの宮崎駿さんが描いたんですかね。いい感じですね。はい。じゃあ早速あの中身の方見ていきたいと思います。部品数は少ないですね。まずパーツから見ていきましょうか。開けないで済むかな。まあ開けちゃおうか一応。ちょっと待ってください。よいしょ。まずですね、思ったよりか、この、まあ、動画だと見にくいと思うんですけど、まず最初の印象って、パーツのこの色合いが明るいですね。テカテカしてる、肌色というか茶色ですね。ですんで、これやっぱりあの、全然そのアニメの色とか、落ち着いた感じにならないで、塗装し直した方がいいですね、ベース色が。はい。で、まずこちら B パーツで、ガンシップの両翼ですかね。で、モールドがしっかり入ってますね。墨入れできそうですね。ただあれかな、私は多分やらないと思うんですけど、技術がある人はちょっともうちょっと深、掘り直した方がいいかもしれないですね。はい。で、裏側はこんな感じですね。まあ、バンダイの、2004年のキットなんで、そんなに古くはないので、多分、ズレとかないでしょうね。はい。で、こちらは B パーツ、B2 パーツですね。これだけだとちょっと何の部品かわからないんですけど、あれかな？足のところかな？この辺ですかね。これは多分。で、ここはあれかな？なんか操作翼みたいな感じですか？わかんないですけど。ああ。主翼のこの横、これですね。はい。です。72分の1スケールなんだけど、やっぱり、普通のゼロ戦とかのサイズが同じぐらいですね。結構大きいですね。A1 パーツですね。まず本体のパーツがありますね。ああ。胴体の長さそんなに長くないですね。10センチぐらいですね。あと、機銃っぽいのがありますね。それからこれは何だろう、弾かな。はい。あとこれですね、特徴のガンシップの特徴であるこの窓がありますね。これオウムのあれですかね、目ですかね、確かね。だから実際塗装する感じとしてはこんなに透明感出さない方がいいんでしょうね。ちょっと曇らせたりとか青く塗ったりとかした方が多分いいのかな。はい。で、裏側は特にないかな。だから内装はあんまりない感じですね。はい。椅子とかもないですね。はい、あと、こちらが A2 パーツですね。こちらも色分けされてます。面白いですね。クリアパーツがあって、茶色とね、色が。こっちのA1 パーツと色の組み合わせが違いますね。ベースがありますね。ナウシカって書いてありますね。ガンシップって書いてないんだ。はい。で、一応あれですね。ナウシカっぽいのいますね。これは、ちょっと塗り分ける自信がないな。ナウシカですね。よく見ると。で、これはすいません。ちょっと名前、髭が生えてますけど。名前がわかんないですね。はい。
ナウシカの取り巻きの おじいちゃん軍団ですよね、確か。はい。まあ、風の谷のナウシカって私は、世代的には映画館で見た世代で、一番最初、お母さんに連れていただいて弟とですね、小学校の頃から、まあ、これで年齢は、大体推測つくと思うんですけど、見に行って、結構感動した記憶がありますね。で、それ以来テレビの再放送、あと足回りですかね、タイヤと。これはなんだ、これはコックピットですかね。はい。パーツ数が少ないので、組み立ては簡単にできそうですね。テトでしたっけ。はい。まず見開きに完成図の写真がありますね。まあ、やっぱりこれ見ると、エアブラシでグラデーション塗装した方が、このキット映えそうですね。あとすいません、書いてありましたね。ナウシカとミトっていう人らしいですね。ミト様って出てくるのかな。はい。あと弾丸ですね。ミト様は下半身がない状態ですね。ナウシカ、体ありますね。これはすごいですね。この作例は。すごい目まで丁寧に書いてあります。はい。で、設計図見ていきますと、まず1番で、機銃周りとかコックピットですね、椅子直しかつけて乗っけて、ミッド様乗っけて、で胴体をくっつけますと。はい。で関連部品をつけて、両翼の製作ですね。で取り付けますよと。で次に着陸形態、まあこれ形態はどっちで飛行形態にするか着陸形態にするかで選べるみたいですね。ああ、なるほどね。これどっちにしようかな。最近ですね、私手抜きなんで、こういう時って簡単な方を選んじゃうんで、この場合だと飛行形態選んじゃってますね。今もボーイング作ってる途中で、全然まだ塗装してる途中なんですけど、足、閉じた状態にしちゃいました。作りたくなかったんで。はい、で、あと土台をつけるというところですね。はい。まあ、多分ですね、これ筆塗りするかなと、個人的には思ってます。筆塗りの練習を、薄く塗料を重ね塗りしていくって練習をしたいなって最近思ってるので。はい。ということでですね、購入したキット、ご紹介になりました。今回はですね、こちらですね、バンダイから発売されてます。風の谷のナウシカガンシップを購入しました。制作の様子も動画、撮りましたら、こちらの方も、いつかアップしていきたいと思いますので、ご視聴の方よろしくお願いします。はい。それではありがとうございました。またよろしくお願いいたします。失礼いたします。